からオリジナルアニメが始まる。2021年放送予定のオリジナルアニメ四季桜、その制作風景を裏側まで見せていくのがこの番組。名古屋アニメプロジェクト四季桜主題歌を担当するアニソンシンガーの朝香さん、その主題歌の作詞も朝香さんに決定。今回は彼女自身が四季桜制作に携わるクリエイターたちに取材し、作詞した楽曲のレコーディングの模様に密着。そしてこの楽曲にかける思いを聞きました。この日は14時過ぎからレコーディング開始。レコーディングディレクターと方向性を話し合いながら進めます。最初はその男の子が結構すごい投げやりな感じをちょっと表現したくて、いつもより若干なんだろうな、ウィスパーっていうか、なんか今みたいなテンションの方がいいのかなとか思ったんだけど、歌い方はねそれでいいと思うんだけど、声質がねこもってるじゃないけど、今ちょっとハキハキしすぎてる感もなくもないかな。もうちょい暗めで言っても合うかもしれない、と思って把握です。はい、はい、じゃあ進めていくと掴むものがあると思う。じゃあそうしましょう。はい、じゃあ1A ダッシュ、1A ダッシュを取るね。はい、何度もテイクを重ねることでこの楽曲での課題も見えてきます。基本ベースはあのかっこいい感じね、いつもの感じで、抜くところを抜くことによって、ちょっと儚さを演出する感じかな。夏の色大手までね、なんかオーダーあります？もっとここした方がいいみたいな。ないけど、やっぱしなやかさが欲しいなって感じかな。しなやかさね、なんか必死、なんか私結構この曲魂ぶつけた方がいいなと思ってて、そこばっか考えてるからかな。必死さ、なんかね、今の感じでしなやかを意識して歌ってる。しなやかね。そうすると多分ちょうどいいところにつく気がするの。はい、ちょっと頑張ります。はい、そしてレコーディングを続けること4時間以上。お疲れ様でした。イエイイエイイエイ、終わったよ。あ、無事。結構でも早く終わりましたね。4時間で終わっちゃった。いつももっと倍ぐらいかかるんですけど、今日はやっぱ集中したから、自分で作詞してんのも良かったんだね。そうね、気持ち入れやすかったから。それはあるな。完成が楽しみですね。いい曲になった。常にいいよ、常にいいよ。こっからね、またマジックがかかりますから、ブラッシュアップして、ブラッシュアップしていただきます。楽しみ。レコーディングを終えたばかりの朝香さんに話を聞きました。いつもだったらもっと倍かかるんですけど、自分の中でももっともっと何ヶ月前からイメージしている曲の構成とか歌い方とかもあったので、やっぱりそういうところから今日はやっぱり結構早く、終えることができたのかなって。この楽曲で朝香さんが注目してほしいポイントはというと、色かな。結構一番自分の中で響いたのが、結構あの資料をあの見せてもらった時にそれがすごい印象に残ってて、何かこう具体的な赤とか青とかそういうのじゃなくても、とにかく彼らを象徴する何かを入れたくて、サビのところに出てくる7つの色っていうあのメインキャラの色をほんとまとめてっていう風に、はい、いう風に結果になったんですけど、これもっと深い理由があって、本当はなんかこうもっともっと詳しく言いたかったんですよ。でもあえて7にしたっていう、その理由が、いただいたキーワードがいくつかあったんですけど、その中に、下を向いていたら虹を見つくことはできないっていうなんか名言をあのいただいて、このアニメの中でもちょっと通してあの伝えていきたいメッセージなんですっていうのが書いてあったので、じゃあこれ具体的な赤青黄色とか入れてしまうと、その虹色っていうテーマがあまり伝わらないなって思って、どっちとも虹って7つの色じゃないですか。なのでどっちとも受け取ってもらえるような、もうちょっとこうなんかニュアンスをちょっとぼかして
あえてこういう風に表現したっていうのはありますね。であとすごいこだわったのが手。今回の多分ポイントなんです。一番のキーワードかなって言っていいぐらい大事な言葉になっていて、あのやっぱり夢を掴んだりとか夢を抱くって何かしらこうやっぱり何でも手がやっぱり一番大事なんじゃないのかなと思う。敵を倒すのも手が必要だし、仲間と一緒に戦うのも全部手が必要だと。そうそう、そういうところで一個一個サビの例えば抱いてとか抗え描いてとかそういう風に手でできるものに全部ピックアップして言葉を選びました。さらにもう一点注目してほしいポイントがあるそうで、主人公の男の子が人生に意味なんてないっていうシーンがあると思うんですけど、この言葉は結構自分の中でもピンときて、なんか普通にあこれいい言葉だなと思ったんですよ。なのでもうこれ丸々使いたいなと思って2番の一番最初に意味なんてないっていう純粋すぎる答え。四季桜の花言葉って純粋っていう花言葉もあるんですよね。なのでちょっとそういうところも反映させて四季桜の花言葉とそして彼の純粋すぎる答え、こう 何色にも染まってない感じがすごいいいなと思って2つの意味を重ねて、強く咲いて強く舞う、それをずっと繰り返すっていう、なんか男の子が抱くその青春の思春期の気持ちとこの四季桜のように強く咲いて強く舞うっていう、本当なんかダブルミーニングをたくさんたくさん重ねてできたパートなので、ここを本当はね1番に持ってきたかったんですよ。持ってきたかったんだけど、私としてはやっぱりなんだろうな、こう彼らの成長を描きたかったんですよね。だからこう最初から絶好調じゃなくて、いやいろんな不安とかあるんだけど仲間と一緒に戦うことによって僕気づいたんだよと、彼らが仲間と戦うことによって仲間と一緒に過ごす時間によって価値観とか考え方が変わっていくっていう成長姿を表現したかったから、あえてちょっとこうネガティブな要素からだんだん始まっていくっていう、ちょっとなんかストーリー性がかなりある、なんか四季桜だからこそ描ける表現方法だったりとかワードを選んで作詞をしたので、すごい自分で言うのもなんですけど四季桜のことをたくさん考えたんで、なんかぴったりの曲に仕上がったんじゃないのかなと思ってます。そんな朝香さんが歌う四季桜主題歌のタイトルは Believe Myself。いよいよ今週8月1日土曜に行われる世界コスプレサミットで初披露。皆さんぜひご注目ください。